第一次世界大戦期のマス艇であるマスマイナス96ガルドーネ・リビエーラにあるビットリア・レデリー・イタリア・アニグラマスはイタリア海軍の魚雷艇である当初はモートバーカ・アルマータスボンのアクロニムであったおおむね2030トンの船体を10名前後の乗員で運用し魚雷2発と機銃で武装していた第一次世界大戦においては 信頼性の高い民間船から発達した多くの帝がイタリア海軍によって使用され、オーストリア・ハンガリー帝国海軍に対抗したり、対戦警戒に当たった。1918年6月10日に、マスマイナス15が、戦艦センとイシュトバーンを撃沈したことが、最大級の戦果として知られている。第一次大戦終結後も開発は続けられた。第二次世界大戦当時には、 速力45ノットに達し、1940年の時点で48隻の500級が収益し、1937年から1941年までの間に75隻が建造された。旧式のマスはイタリア領東、アフリカ等の脅威度の低い戦線へ配備された。第二次世界大戦ではイギリス海軍の軽巡洋艦ケープタウンをマスサは、 沖で雷撃死損傷させたことや、国海で浮上中あるいは停泊中のソ連赤色海軍の潜水艦数隻を撃沈したことがあり、また、イギリス海軍の輸送船の阻止にも活躍している。しかし、マスはアドリア海での活動には十分であったが、地中海で行動するには小さすぎると判断され、より大型の50から90トン級の魚雷艇によって置き換えられていった。 その大型魚雷艇 MS はドイツで建造されたユーゴスラビアの魚雷艇を元にして建造された。この MS がイギリス海軍の軽巡洋艦マンチェスターを撃沈している。ありがとうございます。